はい、どうも皆さんこんにちは。本日新日本プロレスより両国技館大会の全対戦カード及び試合順の発表もされました。なので今回はこの全対戦カードとこの全試合の注目するポイントですね、その辺をお話ししていこうかなというふうに思います。はい、まずびっくりしたのがこの第一試合からいきなり注目の試合を持ってきたっていうふうなところなんですよね。それが太一 X 同期組対高橋裕次郎翔金丸義信、この X が今注目になっている状況なんですけれども、果たしてこの X がどうなるのか、しかもこれが第一試合に持ってくるっていうふうなところで、さらにこういろんなこう予想が膨らむ、そんな注目の第一試合というふうなところで、今回の両国はもう第一試合から目が離せない、そんな重要な大会になるかなというふうに思います。はい、続きまして第2試合、タンガロア対チェーズ・オーエンズのシングルマッチ。タンガロア対チェーズ・オーエンズは前日の後楽園ホール大会でアームレスリング大会中にタンガロアを襲撃して、タンガロアがちょっと今不利な、体力的にちょっと不利な状況になっておりまして、それを果たしてタンガロアがいかにチェーズ・オーエンズというクセモノを攻略するのか、これもまた非常に注目な、シングルマッチかなというふうに思います。はい、続きまして第3試合、ロスインゴ対エンパイアの8人タッグマッチ。はい、この試合は特にタイトルマッチとかはかかってないんですけれども、ロスインゴ対エンパイアの最終決戦というか、まあ追撃戦というふうな、まあそんな形で、まあこれも一つ注目な試合なのかなというふうに思います。はい、続きまして第4試合、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、串田ケビンナイト VS クラーク・コナーズドリラ・モロニー組。この試合はジュニアタッグ王者のクラーク・コナーズドリラ・モロニーに串田ケビン・ナイトが挑戦する注目の IWGP ジュニアタッグ選手権になります。現在ジュニアタッグ王者として猛威を振るっているこのコナーズ・モロニー組の牙城をケビン・ナイトと串田がいかに攻略していくのか、この悪態をつくこの2人に対して、ベビーフェイスの串田ケビン・ナイトが、一体どのような試合を見せてくれるのか、非常にこれも注目な一戦となっております。続きまして第5試合、ストロングスタイル対本体7番勝負最終戦ですね。永田裕二、海野翔太、マスターバト VS 鈴木みのる、成田蓮、エルデスペラード組。現在この7番勝負は2勝2敗1分けのイーブンの状態になっております。残る、この7番勝負っていうのは 10.7 宮城、そしてこの 10.9 両国と残り2試合を迎えた状況であります。そしてこの 10.9 両国というのがこの7番勝負の最終戦となりますので、いかにこの7番勝負の結末がどうなるのか、非常に注目な一戦となっております。果たしてこの海野翔太と成田蓮の、この結末はいかにどうなるのか、これもまた見逃せないポイントの一つです。はい、続きまして第6試合、ストロング無差別級タッグ王座選手権試合、アレックス・コグリン・ゲイブ・キッド VS ヒクレオ・エル・ファンタズモ組。これもバレットクラブ対本体の対抗戦の一つになります。これも悪態をつくアレックス・コグリン・ゲイブ・キッドに対してヒクレオ・エル・ファンタズモの本体組がいかに攻略していくのか、そしてこの勝者がワールドタッグリーグに大きく優位に進める非常に注目なタッグ選手権試合となっております。僕も非常に楽しみにしております。続きまして第7試合、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、岡田和親、棚橋宏、石井智弘組対アレックス・シェリー、クリス・セイビン、ジョシュ・アレキサンダー組。この試合っていうのはインパクトレスリングの、大物アレックス・シェリー、クリス・セイビンのモーターシティ・マシンガンズにジョシュ・アレキサンダーを加えた超大物豪華トリオと言ってもいいんではないでしょうか。そこに対抗するのが岡田和親、棚橋宏、石井智弘の最強6人タッグコンビ。果たしてこの海外大物を相手に新日本プロレスの最強トリオがいかに攻略をしていくのか、非常に豪華なタイトルマッチとなっております。続きまして第8試合、ネバー無差別級選手権試合、デビッド・フィンレイ VS タマトンガ。はい、このタマトンガ対デビッド・フィンレイ、現在これで4度目の一騎打ちとなります。ここで1勝を挙げた方がこの2人がどっちが優位に立つのか、そしてネバーのベルトはどちらが手にするのか、これもまた見逃せない非常に楽しみな試合になっております。そしてバレットクラブ対本体外国人の最終結末と言っていいこの試合なので、果たして本体が優位に立つのか、バレットクラブが優位に立つのか、これもまた見逃せないポイントの一つとなっております。続きましてセミファイナルになります。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、スリーウェイマッチ、高橋ヒロム VS リオラッシュ VS マイク・ベイリー、
世界最高峰の実力を持つジュニア3選手によるクロスオーバー対決はまさに予測不可能。シリーズ何度でも前哨戦を行ってきたヒロムとリオ、そこにマイク・ベイリーが加わることによってノンストップなハイスピードな展開が予想されるこの注目の一戦、果たして勝者は誰の手になるのか。そしてこの試合の勝者がおそらく東京ドーム大会の IWGP ジュニア王者として進むことがほぼ確定しているといった状況になると思いますので、この辺も東京ドームを見据えた試合というふうなところで私も非常に注目しております。そして高橋宏夢選手は最多防衛記録に近づくためにもここは落とすことができない非常に重要なスリーウェイマッチとなっているかなというふうに思います。はい、そして最後にメインイベント、 IWGP 世界ヘビー級選手権試合、真田 VS イービル。この試合は IWGP 世界ヘビー級選手権試合史上初のランバージャックデスマッチで対戦する非常に注目な一戦となっております。まさに両国国技館のメインイベントにふさわしい非常に注目な試合の一つなんではないでしょうか。そしてこの試合の注目ポイントとしては、なんといっても金丸義信の裏切りから始まり、そして新メンバーの投入、非常に注目度を浴びたハウスオブトーチャーとザストファイブガイズのこの構想の結末、そしてこの試合の勝者が東京ドームの G1 覇者内藤哲也とのシングルマッチ、どちらが東京ドームへの切符を手にするのか、東京ドームを見据えた非常に重要な一戦となります。真田選手が行くのか、イービル選手が東京ドームに行くのか、果たしてこの結末はどうなるのか、そしてジャストファイブガイズとハウスオブトーチャーのユニット構想の行方はどうなるのか、どちらにとっても非常に注目な一戦となっております。私も非常に楽しみにしております。はい、というわけで以上全10試合という非常に豪華なラインナップとなっておりますので、この両国技館は神興行間違いないのではないでしょうか。私もこの試合現地に観戦させていただけますので、この大会は非常に楽しみにしております。以上、両国国技館大会のカードのご紹介および見どころのご紹介をさせていただきました。私の動画では新日本プロレスおよびプロレス界に関する、様々な情報を配信しております。この動画を初めて見られた方、もしくは見てるけれどもまだチャンネル登録はしていないというふうな方がいましたら、チャンネル登録および高評価等いただけましたら何卒幸いでございます。では引き続きまた次回の動画でお会いできればなというふうに思います。今回はこの辺で失礼いたします。それではまたよろしくお願いいたします。失礼いたします。